ワンチャンチェック。おんちゃん、おんちゃん、おんちゃん、暑いからこっち来た。ポンちゃん、もうずっとここですよ。さっきね、ちょっとね、俺が入り口の扉を閉めてたらガリガリって音がしたので、開けたらいたんです。そうなんだ、一瞬出ちゃったのね。出てたのね、多分。私が何度か上に上がってきた時にもうずっとそう中にいた。うん、なんかほらトイレのたんびにさ、行く時ちょっと出ちゃってるとかさ、するからね。あちゃー、人間の出入りの時にこっそり出たのが締め出しくらったね。シュッシュッって出るんだよね。ちゃん、あちゃー、まああちゃん、家がトイレだらけだ。トイレだらけ、トイレだらけ。トイレの全特会で定期的に全特会が行われます。また清潔なトイレがキープされるのはこういう努力のおかげですよ。新しい日が入ります。こんにちは。これはなんかおしっこ臭がカットされるって書いてあるから、これを買ってみましたよ。ってか前回もこれも買ったんだ。ここ猫ちゃんじゃないから大丈夫だよね、クリーンが入れなくてもね。あれ、ハサミどうしたっけ。ここのとここのはすっかり全部捨てて洗いに出す予定です。そしてここに洗ったね。洗ってます。さあ、多分ポンちゃんすぐ入るね。すぐ入る？ジャン君がね、新しいとね、おからのやつだとちょっと食べたりするんだよね。食べても大丈夫なんだけど。うん、まあ、チェックしたいたちだからね。ポンちゃんは勇気のあるたちだからね。もりもり食べないで寝ちゃうから、ね。セットしましたよ。はい、新しくなりました。ポンちゃん、もうちょっと入れようかな。そこの線よりだいぶ下だよね。まあね、大丈夫じゃない。もう2袋あるの、うん、これは先に少ない方を2個入れたので、うん、じゃあもう1袋開けてちょっとずつ入れようかな。ここ白い。ちょっとタイプの違う品を。ちょっと1個見ますかね。おからの猫砂。両方おからなんだけど、メーカーが違うんでね。ジャン君チェックに行かなくていいな。なんだろうっていう顔になってる。子猫ちゃんみたいに昔マイナスな入れとく。ちょっとジャン君自分の匂い欲しい。入れ物もそのうち行くと思います。洗っただけだからちょっと、お乳ではないよ、ちゃんか。入れ物はね。だから大きい袋を入れればいいね。ちょっ
ジャン君のトイレチェック。ポンちゃんチェック。ジャン君、おから好きなの？ジャン君、あんまり食べない方がいいと思うけど。そうなの。食べても安全なだけだよ。そうだよ。パンは食べないのね、ジャン君。ジャン君、お腹の中で膨れると思うよ、それ。ジャン君、いっぱい食べちゃダメだよ。ジャン君、トイレだよ、トイレ。よし。なんかね、なんでだろうね。一番最初必ず食べるんだよね。で、使ってしばらくすると食べなくなるの。うん、不思議。はい、ジャンクチェックは終わりました。変なやつだけど。ポンちゃんも一応行って帰ってきたけど、ポンちゃんにとってはあんま関係ないんだろうね。じゃあ後で使ってね。ポンちゃん、さあ、ちゃんくんトイレに行くかな、行かないのかな、行かいちゃ、ポンちゃん、ポンちゃん、ちゃんくん、ポンちゃん、食べるじゃないからね。はい、よくできました。じゃなくて砂かけようよ。ポンちゃん、ジャン君絶対ね、あ、ポンちゃんじゃないよ、ジャン君もポンちゃんの真似してるでしょ。そう、今朝もね、うんちに砂かけてなかった。ジャン君、だんだんポンちゃん化してるよ。前はポンちゃんが砂かけてないのをジャン君が砂かけしてくれてたのに、だんだん嫌になっちゃったのかな。ポンちゃん悪い影響出してるよ、ポンちゃん。ポンちゃんもトイレしてね。そして砂かけてね。はい、ここ。はい。いいね、ポンくん。
じゃんくん。よいしょ。しっぽにいっぱい溜まった。噛む専用の作ろうかね。これもったいないんだよね。そうだね。でもそれがいいみたいだけどね。この材質を調べないと。そしてね、これをね、うん、ボロにされてお母さんに直してもらったのにまた、はい、もう多分無理なので、砂を買ってくるときにこれ新しいのを買ってきました。はい、どうぞ。で、もう昨日ね、めっちゃガブガブしとりました。なので、ちょっともう、ほつれてます。Yeah.